速化塾の久保です、えー、今回ね3日間で1,500万稼げた話ということでいただいてるんですけどもまあこういうふうなね奇跡的な数字ってのは私はなかなかね皆さんにお話しできないんですが誰でもできて誰でもできる <laughs> まさにね、えー、どんな方でも今の状況手持ちのカードでできるようなそんなね例をお話ししたいと思いますね、えー、私の即価塾ってのは2018年に新しいフェーズを迎えましてその時に打ち出した価格ってのが あ30年のローンありってやつですよねところがですね今あそれから1年8ヶ月過ぎまして今月の振り込みで30万の最後の1万円ですっていう方がいらっしゃるんですよ最初のうちはね、えー、まあ3万円とか2万円とかお支払いいただいてたんですけどもだんだんペースを落として、えー、いつだったか月1万ということになりましたこの方があどういうふうに最初からね やってきたのかとと言いますと最初はやっぱり全然副収入ってなかったんですよで、えー、自分の主収入の中から私の即課塾に入るための頭金3万円をお支払いいただいてそれから即課塾とのお付き合いが始まったんですよねで、えー、毎月毎月、えー、3万円払ってくれたんですけども最初はね3万円払う時っていうのは 私のお、まあ、ご指導と言いますか、ね、指導というかなんか指導っつったら偉そうでね言いにくいんですけど私のメッセージを聞いていただいて、まあ、5万円とかね6万円を利益として稼げたんでじゃその中から3万円ですねっていうことでお支払い,いただいたんですねでだんだんと稼げるようにはなったんですけどもそれとは逆に私に支払う金額ってのを減らしていって、えー、稼げた金額引く私への支払い、えー、を 今度は例のやつってものにね入れていったんですよね毎月一口とか今ではね月に3口とか入れれるようになったみたいですけどもそういう風にしていってついにね9月本日のお支払いで本日というかね昨日ですかね昨日の支払いで完了ということになりましたこういう風に毎月3万円とか4万円みたいな副収入を上げていくことっていうのはうーん多くの方にとってそんなに難しいことではないと思うんですよね うん、先ほど吉田さん言われてましたような,あなんかね誰でもできるちょっとの努力ね、うん、会社で残業を3時間することを考えたら家に帰ってきて30分するのが簡単だと思うんですよ、うん、そういうことをずっとしていただいてついに今回ね、えー、満額支払いが完了したと30年ローンを2年で終わらせたということになります まあ住宅ローンをね、ちょっと例にとってみますと、私の即価塾の支払いって30年ローンですから、住宅ローンみたいなもんですよね。でもこれを2年で払えたとしたらどうでしょうか。いやいや、住宅ローンってのはそういうわけにいかないよっていう方いらっしゃるかもしれませんけども、まあ私はあ購入前に全額を払って、この家を買いましたあー。だからね、そういうことって完全に無理ではなくて、なんかね、できるっていうふうな出発点から考えていくと、 まあ、完全にできないまでもできないと考えている人よりはペースは早いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、3日間で1,500万っていうのは私もね、えー、無理だと思いますしそういうのは狙いません。えー、なんかねその私が言うのは誰でもできることを誰もがやっていただきたいかなというところなんですよね。特別なこととか大きな流れとか運に見舞われてってるんではなくって意識すれば必ずそれができるこれがビジネスだと思うんですよ。 で、多くの方は意識してそういう風な結果を得ることができない。つまり、ビジネスではなくって、ギャンブルをしてるって思うんですよね。意識すれば、いつでもその結果を導き出せる。それですよ。これ。うん、だから、当たり前のことが当たり前にできているってことだと思うんですよね。だからなんかね、瞬間的な花火をあげましょうってことはないんですよ。うん、まあ、確かにね、3日間1500万はすごいなと思いますけども、うん、この方がね、本当にビジネスが、 あできるかどうかっていうのは私は私の考えでね私の考えではちょっと負け押しみたいになっちゃってね嫌なんですけどもねうんまあこれでもすごい話だと思いますよ本当。でも私が目指すのは皆さんに目指していただきたいのは意識すれば必ずそういう結果が得られるってことですよねえー、っと例えばセルフバッグの講義を誰かに提供するとそうすると必ず1万9800円が自分の元にいただけると。 そして、お支払いいただいた方には、必ず売り上げが3万円とか5万円とか上がるというね。えー、こういうふうな、すごくシンプルなビジネスが、私の目の前にあり、皆さんの目の前にあるわけですから、自己アフィリエイトをやるのと同時にですね、同時に、ぜひね、自己アフィリエイトを人に教えることをやっていってはいかがかなと思います。いきなり3日間で1500万を見る必要はありません。まずは、1日に1万でも2万でも売り上げを取っていく。しかもそれを毎日じゃなくていいんですよ。 週に1回1時間とか2時間やっただけで2万3万もらえるようなところから始めてみるのはいかがかなと思いますよね。えー、でもね、本当にお吉谷さんすごいですね。えー、ぜひね、こういうふうな、あー、売り上げのやり取りとかもね、これからちょっとずつやっていき,きたいなと思いますね。まあ、私はなかなかね、自分の教えた人がこんなに稼ぎましたよっていうことはね、なかなか言いにくいんですよね。なんかね、それによって刺激を受けて即解塾に入られても困っちゃうんで。 まあそういうふうな、あの一攫千金を狙う方は、ドレミアカベデミアに行くといいんじゃないかなと思いますね。<laughs> はい、えーっと、そんなとこかな、うん。いや、でも本当おめでとうございます。すごいなと思いますよね。はい、失礼します。